皆様おはようございます。1月の3日午前11時6分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日週明け、月曜日の第1部のね配信を行っていきたいと思いますけども、皆様昨日はでございません、大変でございません、申し訳ございませんでした。第2部のね配信、もう言っときましょう、彼のせい、お願いいたします。います。皆様おはようございます。メンタルマネージャーでございます。ごめんなさいね皆様、もうね喉が潰れまくってます彼。もうどういった状況か、まあ、ちょっとね、まだ、私ども福岡にいるわけでございますけれども、時間がもうはいの言い方が、はい、はいの言い方がもう大丈夫ですかね。もうね、もうその状態でビットマン TV 収録してました、はい、そういう状況。ビットマン顔完全にいっちまってるんです。喉がねもうどっかに置いていかれたみたいなね状況になっているわけでございますよ彼がね、はい、で昨日一応まあ概要を説明するとですね、まあ着きましたと、はい、福岡に着きましたと、うん、で、まあ、買い物はね、そうです、ね、普通にしたんですよ、はい、うん、まあ、私もしました。で、最後に、まあ、メンタルマネージャーの移行会という形で、うん、でね、移行会という形で、行ったんですよね。そうです。どこに行ったのよ、だから。はい。あの、ラコステですとか、トミーですね。聞こえます、皆様。ラコステ、並びにトミーとかね、ねちょっと行ってみようかという形で、はい、行ったわけでございますよね。その間を何往復したのと。もうね、お前大丈夫かと。悩みすぎだぞ、みたいな。だからダブルパンティ履いてんだろうが、この野郎、みたいなね、形でございますよ、皆様。大丈夫です。何が言いたいかって、あのラコステに行ったんですよ。うん、ね、ラコステに行って、白のダウンジャケットが欲しいと。そう。ジャケットが。そう。ただ、今白がないとね、ないなかった、ね、あんまりないって言われてて、うん、でトミーにあるんじゃねえかみたいな感じでトミーに行ったわけでございますよ、はい、私はあちら白のダウンジャケット買いましたよ、はい、あの皆様に前々から言っているように、うん、モンクレールで、はい、購入したわけでございますけども、それに触発されたのか何のか知らないんでございます。もう本当に本当に知らないんでございますけれども、まあ白がもう白みたいな感じでもうね叫びまくって西ドル走りまくってました彼は、もう若干というかかなりドン引きね。でさっき言いましたように、うん、そのラコステとね、あのいわゆるトミーと離れてるのよね。そうですね、歩いて10分ぐらいか、うん、そうだね。だからその間は皆さんいいですか、ガチっすかのこれ3往復ぐらいしましたからね。お前どんだけ悩んでんの、もう一回あっちの見てきていいみたいな、もういや本当ね、ごめんなさいね。だからメンタルマネージャーの後ろをマジで大名行列みたいにビットマン TV 一家がね、うわーっとうわーっと待ってくださいみたいな感じで追いかけまくっていたのよね。そうそう。でそれがあってホテルに戻ってきたのが何時だったっけ、うん、そうですね、大体6時半、6時、そうだったよね。6時ぐらいだったかな。そうですね、6時半前ぐらいか。そうで、ね、やばいと。うん、いや、夜ご飯のね、うん、予約を、うん、7時からしてたんですよ。だから、いや、これちょっとまずいなと思って、うん、でもメンタルマネージャーに、もう私はガチめにメンチ切りながら、どうすんだと。お前どうすんだと。おめえのラコステでお前どうすんだと。はい、で、皆さんびっくりしますよ。結果、買ってないんですかね。これ、やばいっしょ。これそうですよ。これね、結果買えばよかったんですけど、結果買ってないんですよ、彼。もうちょっと考えていいとか言い出して、明日でもいいとか言い出して、本当に。だから今日はね、はい、メンタルマネージャーの、うん、もう本当に、そこに、本当、そんなラコステが好きなら、本当ワニに食われちまえばいいのよ。いやいや本当に思って、本当にね、思っているんですよ。はい、ワニそんな好きだったみたいな、うん。食われちまえばいいのな、みたいなね。形で、後ろ追いかけてまして、本当にビットマンデビューはね。だ今日は、はい、まあ、購入をしていきたいということで。そうですね。なんかね、いいものがあれば。はい、そうですね。あるかな。白です。白。なかなかないらしいね、白ダウンってね。ないだよね。ビットマンに本当に触発されて。ね。白が欲しいのよ。もう、ドッキドキしてたんでしょ、だから。ドッキドキ。ビットマン TV が来てる時に。もうドッキドキした。でしょ、もうね、本当に怖かったもん。落ち着かなかったもん。自分の白が買いたい。白がいいんだ、白がいいんだって言いながら、ブラウンのダウンジャケット着込んでるんですよ。着てんすよ。だからその、あの、ラコステで。で、なんでブラウンかって言ったら、ブラウンが今年のメンタルマネージャーのラッキーカラーらしくて。なんかブラウンが、でも白が欲しいって。お前、脱ぐんか着るんか、どっちかせえや、みたいな。本当にね。ウィンドウショッピングね。いやもう本当にもうな、いや本当っすよ皆さん、本当にウィンドウショッピングね、メンタルマネージャーのウィンドウショッピングにガチめに付き合わされるっていう1月2日のビットマン TV 家でございました、はい、私なんです、ビットマン TV 家でございますから、私の2人の息子並びに、キング様も、はい、一緒に何がいいのとか言いながら、もう本当にもういつ走り出して、うちのねキング様がいつ走り出してメンタルマネージャーのね肩甲骨にえぐりを入れるか分かりませんでした、あの状況は。ガチでもうこれはもうメンタルマネージャーの肩甲骨多分これ取れるよねと思ってたもん俺。本当に申し訳ない。まあまあまあ、うん、楽しかったよね。いや本当楽しかった。そうそう、もう本当に。で昨日もね、うん、飲みまして、はい、そうですね、本当に楽しいひとときを過ごさせていただきましたよね、はい、本当楽しかった。
ドリプーさん、はい、あとはエリちゃんでございましょうか、はい、本当に面白くて、はい、なんて最高な福岡ライフだと、はい、もうこのまま住み続けてやろうかなと思ってますから、ね、もうガチっすよ。それぐらい楽しかったね。楽しかったね。いや昔住んでたんだけどね、うんうん、なんでこんなにっていうレベルで、いやこんなに楽しかったんだって思ったね。いや本当それは再確認したね、うん、やっぱりまあいいですよね。いい、本当福岡はいい、いいですね。で今日も一応夜、うん、はい、ありますから、うん、そうですね、うん、今日が本番ですか。そう今日はもうマジで、もう1月3日だからガチ本番、ガチ本番です、ガチ本番、はい、ビットマン TV に会いたい方はぜひともご連絡をお待ちしております、はい、ガチですガチです、ガチいます、まだいます、まだいますから、今日まで、私翼が生えております今日まで翼が生えております、皆様大丈夫です。レッドブル飲みまくって翼生えまくっておりますから大丈夫でございます。皆様ですからもしね何かあれば、うん、連絡くだされば、うん、そうですね、多分だから何中洲展示あたりかな。そうですね。にいる感じですので、はい、うん、ツイッターの個別チャットとかがいいかな、もし。あ、それ、うん、こちゃが、そうですね。ツイッターのこちゃの方がいいですかもね。そうですよね。明日だったら翼が取れてしまう。もぎ取られます。明日はもぎ取られますんで、よろしくお願いいたします。あ、はい、メンタルマネージャーもね、ずっと翼生えてるもんね。うん、あ、そうだね。もう38年間。長すぎる。38年間、翼取れないんですよ、だからずっと。だから、もう生えまくっててと。人生メンヘラやろ。やばい。いう感じ。まあ今日もね、福岡、まあ今からまた大名行列をしに行きます、メンタルマネージャーの服も買いに行かないといけないので、はい、そういった形で、だから昨日はね、うん、本当に申し訳ございませんでした、皆様ね。いや本当に、もうメンタルマネージャーのせいなんですよ、はい、もうね、いやだからなんかそのね、うん、皆様いいですか、ホテルに戻ってきたでしょ、はい、でメンタルマネージャーがね、俺のせいにしていいよって、いや当たり前やんみたいな、いや俺のせいにしていいよって、いやお前のせい以外なくねみたいな、間違いないね、いやなんで上からだごめんね、いや俺のせいにして、いや当たり、いやそんな言わずもがないやろみたいな、お前のウィンドウショッピングのせいやろって女子かもう、ほんと女子かよって、本当に、ね、分かりますよね、皆さんね、ヒゲブリって吐いたね、おじさんがもうどれにしようどれにしようって言ってね、ブリブリブリってお尻を突き出しながらラコステに入っていく、もうほんとね、ワニに食われちまえお前みたいな本当に、まあそういった形でね、はい、今日も収録が終わり次第いきますけれども、うん、皆様、ぜひとも第一部の配信ですね、はい、楽しんでお願いいたします。楽しんでお聞きください、よろしくお願いいたします。はい、メンタルマネージャーはちょっと、退場ということで準備がございますので、うん、はい、全身タイツ買ってる？いや買ってねんか買ってねんか面白くないなお前いつもエガシエガちゃんでしょ、エガちゃんで行けよみたいな感じで、そう警察にすぐ連絡するから大丈夫はい、皆様一旦失礼します。はい、お願いいたします。バイトでございます。で行きましょう今日の内容なんでございますけれどもまずは重要ニュースがお一つ、うん、そして、チャート分析がビットコイン、イーサリアム、あとはドットですね、ドットで、自然ネットワーク、そして最後締めくるのは IOST でございますので、皆様1月3日福岡に、まあ、いわゆる来福しているビットマン TV 並びにメンタルマネージャーいます、メンタルマネージャー今部屋で着替えております。ぜひともビットマン TV の第一部の配信、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグお願いいたします。お願いいたします。では行きましょう。まずはこちらブリットな、こういうことでございます。ガチコン、はい、行きますよ。ブケレ大、お一つだけです。ブケレ大統領が、うん、ビットコイン10万ドルに向かうというふうには、申し上げておりますね。そして2カ国が法定通貨化を予想ということで、ちょっとごめんなさいね。はーい、ごめんなさいね。ちょっとフロントの方からね、電話がありました。行きましょう。お前、うるせんじゃボケとは言われてません。部屋の掃除どういたしましょうかということで連絡がありました。まあ、行きましょう。はい、行きますよ。1月2日、エルサルバドルのブケレ大統領がですね、2022年のビットコインのパフォーマンスについて、うん、強気の予測を披露したということでございます。はい、行きましょう。エルサルバドルは昨年、拡大するね、インフレ対策として、ビットコインを法定通貨として採用した最初の国となった。まあ、皆様ね、こちらはご存知でございましょうと。で、法制化以降を大統領はね、国の準備金として1370BTC を取得、うん、でその含み益を病院やね、学校などの新しいインフラプロジェクトに再投資をしていますということですね。でブケレ大統領は2022年には、うん、エルサルバドルに加えて、さらに2カ国が、だから今年ですよ。うん。さらに2カ国が、ビットコインを法定通貨として採用すると予測。うん。今年中には、ビットコイン価格がね、史上最高値の10万ドルに達すると予想をしたということでございますね。まあ、2カ国がね、法定通貨化するっていうのは結構具体的な感じがするなぁと思って、やっぱりこう、いろいろなね、情報がまあまあ、大統領レベルのところで回っているのかなって感じもいたしますけれども、まあ、ここがどうなっていくのか。で、あとは、ビットコインのね、現物の ETF、この
ね、承認が、まあ、起こればでございましょうかね。やっぱりビットコイン価格が史上最高値10万ドルに達する。まあ、私もそういうふうには、感じております。でもまあ、いろいろなね、その上昇する要因がカチカチカチとね、やっぱり、何かしらの上昇要因が起こらないと、やっぱりそれは難しいでしょうからね。だからこう、法定通貨化する国があと2カ国ある。うん、っていうのは、まあ、ブケレ大統領言ってますし、まあ、私は、ビットコインの現物のアメリカの方でですよね、ETF の承認っていうのが一つね、大きな、ジャンプ要素になるんじゃないかなっていうのね、思っている次第でございますけれども、まあ、ここがどうなっていくのかという2022年でございましょう。で、行きましょう。上記のように、ブケレ大統領は、エルサルバドルの2つのね、ビットコインに関する取り組みである、ビットコインシティと、ボルケーノ祭の爆発的成長を想定していると。んで、大統領は、ビットコインシティが、ニュースありましたもんね、これね。ビットコインなんかこう、税金とかもないみたいな。なんかビットコインで全てを賄えるみたいなことでございましょうかね。ビットコインシティが、住宅地やショッピングセンター、レストラン、港など、ビットコインを取り巻くあらゆるものをね、備えた完全に機能する都市となることを主張していると。で、ブケレ大統領は、いいですか？ビットコインシティは今年中に建設を開始するとし、10億ドル規模のビットコイン債に裏打ちされた、仮想都市の、開発をね、示唆しているということでございます。で、この開発に伴い、ボルケーノ祭の募集枠を超える応募をね予測しているということですね。でさらに、今年の、アメリカ選挙で、ビットコインがね大きな選挙の争点になると予測し、自身のツイッターフォロワーに対しビットコイン2022カンファレンスで、はい、大きな驚きが起こると伝えたということですね。だからここら辺がまあだから大統領レベルが言ってるのでね、まあわかりますよね。そこら辺のねなんかメンタルマネージャーみたいな、もう本当にもうあのカス中のカスみたいな、まあ仮想通貨業界の中でですよ。まあそれ私もそうですけれども、まあメンタルマネージャーもそうじゃないですか。別にメンタルマネージャーをディスってるわけじゃないんですけど、そのレベルの方がね大きな驚きが起こるなんて言ったってお前何知っとんねんというね形になりますけれども、やっぱりこのねブケレ大統領ぐらい、まあ、いわゆる大統領レベルになってこういった発言をしているということは、まあ本当に何かしら大きな驚きがある可能性がありますよねということですよね。で次行きましょう。一方で、エルサルバドルのねビットコイン導入は技術的問題に直面をしておりまして、最近でははい、同国のね、公式ビットコインウォレットであるチボから資金が消えたという声が出ているということでございますね。で、また少なくとも50人のね、サルバドル人が12月に、チボウォレットの未知の不具合から合計9万6千ドル以上の損失を報告いたしましたということでございますね。まあ、これなんか、ね、あまり使われては本当にいないみたいな感じでは言われてましたけれどもね。やっぱり結局なんかこうビットコインはね、ほらなんかあったじゃないですか。このチボっていうものを、ダウンロードすればなんだったかな、日本円で3000円4000円分ぐらいのビットコインか何かがもらえますよみたいなね。であれでだからこう買い物した方が多かったんじゃないかな。まあでも使われているっちゃ使うで、だからそういう意味で資金が消えたっていうことなのかなとも思いますけれどもね。まあどういった形で、なっていくのか、今後まあ2022年ブケレ大統領がね、まあこういった形で予測をしておりますけども、10万ドルに行くぞ、あとは2つの国が法定通貨化するぞということでね、ニュースに上がってきておりましたので、ぜひともね、お耳の奥にパチリとパチリとね収納しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、そしたら本日の重要ニュースは以上となります。そして行きましょう。本日のチャート分析、パパプーパパプーパパプーパワーお願いいたします。お願いいたします。行きます。行っちゃいます。まずはお一つ目行きましょう。ポチッとな、はい、こちらでございます。いきまーす。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格がもう4万7千ドルでいいですかね。4万6987ドルを推移しているような形になっております。でも依然としてね、もうずーっとまあもじもじくんで、まあ動いているわけでございますけれども、なかなかね、大きなね、動きがないので、どうでございましょうか。短期とかね、FX をやられている方であればね、あまり面白みがないような相場感にはなっておりますし、あと現物をね、お持ちの方であってもまあ、変わらず、あまり面白くないね。相場にはなっているでしょうと。で、やっぱりこれね、上に跳ね上げを行うんであれば、やっぱりこのね、日足レベルの赤い200日の移動平均線、これがやっぱりものすごくね重要なラインになりますから、このラインをね超えていければ、まあ今の時間軸的に行くんであればです、まあ4時間をちょっと見ていかないとまだはっきりとしたことはわかんないんですけど、日足レベルで見ていくならばいいですか、この200日の移動平均、つまり、まあ、4万8000ドルですよね。4万8000ドルを実践として明確に超えていければ、まあまた5万2000ドル付近を、狙っていくような形で、ちょうどこのね上を抑えられている、いわゆるレンジ相場をね作っている上端値、レンジ相場の上端値が5万2000ドル付近です。そして、この日足のね弱気雲の下端値もちょうど5万2000ドル付近、今の時間軸的の真上でいくとね5万2000ドル付近ですから、やっぱりこれね4万8000を超えた後の5万2000ドルへの上昇っていうのはね、やっぱり期待をしていきたいところ、で、4時間足レベルでも見ていきますけども、こういった形、先ほど4万8000って言いましたけども、その上にね4万9000ドル、4万9300ドル付近で、4時間足
足レベルの長期の移動平均線とね、雲がやっぱりこう存在、ね、していますから、4万8000を超えていった後の、ちょうど4万8000入ってきた時には、この弱気雲の中に入るか入らないかというレベルでございましょうから、OK でございますか。ですから、日足レベルでいくと4万8000を超えていけば5万2000を目指す。ただ、4時間的な形で見ていくならば、安牌を切るんであれば、4万9500ドル。うん。これが、雲も、4時間の雲も、そして長期の移動平均線も抜けていったような形になりますから、安牌を切りたいんであれば当然、うん。4万9000、まあ、600ドルあたりをつけたあたりぐらいからね、ロングインをして、5万2000ドルというところをね、狙やっていくのが現実的にはいい形なんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここはねよろしくお願いいたします。ですから4万8000ドルを超えたとしても、やっぱり4時間のね、雲の加担値とかで押されてなかなか抜けきらない、長期の移動平均線で押されてなかなか抜けきらないというね状況にはなってくるかなと思いますので、こちらビットコインに関して言うと、短期並びに FX では4万9600ドルを超えてきてからがいいかなというふうには思っております。 OK でございましょうか。であとは下にね、まあグリッド落ちてきた場合、まあ長期保有目的でね、持っておこうかなという方がいるんであれば、まあかなりね、薄くなんでございますけれども、ちょこ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 ね、開発もね行っていけばいいんじゃないかなという風なね形が私はしております。うん。特に1月に関して言うと、例年ね結構いい形で7%ぐらいから 30% ぐらいでしたね、までの上昇率は、毎年見ていってるようなことを言ってましたね。なんかニュースで上がってきたか、上がってたなという風に思いますけれども、あそこがある。そして、1月の第1週はね、特になんか強さが出てくるんじゃないかみたいなことだから、今でございましょうか、1月第1週今でございましょうかね、ですから、強さが出てくるんじゃないかということで言われておりますけれども、まあそこもね、含めまして、うん、まあまあ含めましてというか、まあ長期的な目線でさっきもね10万ドルに行くんじゃないかというふうに言われてましたから、ビットコインがね欲しいよという方がいるんであれば、まあ4万7000ドルあたりはね、ある程度こうなんか底を作っているようなこの付近でね、もじ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 ってしていますので、ある程度こう買いが入りつつの売りがね、もう捌かれつつのまた買いが入りつつのみたいな形でかなりね意識がされているラインでございますから、まあ欲しい方はね、ちょこっと購入してて、また落ちてきたら下がってきたら、どうでございましょう、4万2000ドル付近でのね購入していくみたいな形でね、まあ差し値を置いて購入していくみたいな形で、見ておくのがいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここはねよろしくお願いいたします。まあとにかく直近で言うと、ロングを仕掛けるんであれば4万9600ドルを超えていってからがベストでございましょう。はい、次行きます。次はこちら行きます。行っちゃいます。ビットコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。キモ、お願いいたします。お願いいたします。いきます。はい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が3793ドルをつけているようなね形になっております。はい、まあね、右上がりの、こちら上昇チャンネル内にね、うまいことを回帰を、うん、してきました。回帰をしてきましてからの今の状況ということでございますね。で、右上がりのこのね青い帯帯のサポートラインをねちゃんと聞かせながらね、今後推移していけるかどうか、やっぱり一回抜けてからもう一回戻ってきた後が重要なんですよ。うん、実は、うん、一回抜けますでしょ、で戻ってくるでしょ、で押され、どっかのラインで押されて、ここをまたすんなりずるっと割れ込むんであれば、やっぱりこのね上昇チャンネルを意識している方の意識が、うん、ものすごくね薄くなっているということでございましょうから、もう上昇チャンネルは消すべきで、新たなね、うん、チャートがシナリオがね作られていくんじゃないかなということで、ここは考えておかないといけないんですけれども、今の状態ではある程度ね、こちら、うん、昨日でございましたが、昨日見るとある程度実践部分として右上がりのこのね、サポートラインを守っているような状況で、話が進んでおりますので、まだね意識はされているでしょうと。で、抜けるべきラインは3924ドル、もうそうなんですけれども、やっぱりもうここまで来ると高値を結んだラインですね。このラインと今ここちょっと引いてませんけど、この矢印をこうね伸ばしたライン、ここで、下落チャンネルをちょっとね短い時間軸では今作ってます。広い時間軸でいくと上昇チャンネル、短い時間軸でいくと下落チャンネルをね、下降チャンネルを作っているような形にはなっておりますので、なんとかこの右下がりの黒いラインを突破してくれればね、短い時間軸における下落チャンネルをね、上にブレイクするということで、4628ドルあたりまでねググッと力強く上がってくるんじゃないかなというふうにはね、思っている次第でございます。 OK ですか。そして4時間足レベルを見ていくと、うん、やっぱりこの右下がりの黒いラインを超えていければ、もうほぼほぼね抵抗ラインがない、抵抗線、うん、並びに雲とかそういったものもないので、グリッとね力強く上がってくるんじゃないかなということで、短期並びに FX 勢が勝負をかけるのはこのラインを超えていってからがね、やっぱり当然、うん、考えられるベストポジションでございましょうということで、4000今であればもう下がってきましたが、4100ドルぐらいですかね、その付近をつけてきたらロングチャンスですよということで押さえておいてください。あともう一つは、下に落ちてきた時の反発狙いで、この3560ドルというところはある程度意識はねされてくるでしょうから、落ちてきた時の反発狙いで3560ドルあたりは、あちら、うん、買いをね入れておいてもいいんじゃないかなという感じがねいたしておりますので、ここはねよろしくお願いいたします。はい、まあまあまあ守られるべきラインでございましょうね。この3560ドルっていうのはね、ここ、うん、見ていただいたら分かるように、ある程度ちょっとまだ届いてはもうちょっと上に修正してもいい
いいかなと思うんですけどね。ちょっと上には修正しておきましょうかね。これヒゲまで加味したところ、まで考えていくと$3,600ですよね。ここでのある程度の反発がね、起こしてほしいということで、まあ反発狙いでいくならば$3,600で、もし割れ込んでしまった場合は、まあ損切りをねすぐプリッと、$3,600、まあ切り番ですしね、割れ込んでしまった場合は損切りをねしていくのがいいんじゃないかなということで、ここはね抑えておいてください。もしくはここ、この大幅下落を起こした時のヒゲまで加味した部分を割れ込んだらということですね。$3,466割れ込んだら、もうずるっと$3,100前半ぐらいまで、やっぱりこれグッとね、落ちてくる可能性が当然ありますので、ここはね、やっぱり注意をね、しておきたいところでございましょう。ですから$3,450割れ込んだら損切りがね、いいかもしれません。ちょっと余力を残しておいてということで、$3,600でロングインで、もし割れ込んでしまっても、このヒゲがあるので、$3,460あたりで最後の反発ができるかどうか仕切れなければ、$3,000前半までずるっと落ちてきて、$3,000前半割れ込んで、このラインを割れ込んでしまうと、もう$2,500付近まで、ぐりぐりとね、落ちてくる可能性が、当然これはあります。このラインです。この もたついているね、上昇の起点となっているラインまで落ちてくる可能性がありますので、2600から$2,700ぐらいまでの落ちはね、想定をしておきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい。長期保有目的の方はね、購入は、落ちてくる時に分割でね、購入をしておくのがいいんじゃないかなというふうには思っております。まあ、2022年も引き続き、イーサリアムはね、注目通貨にはなりうるでございましょうから、ここはね、楽しみにしておきましょう。はい、次行きまーす。次はこちら行きます。行っちゃいます。皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。行きます。行っちゃいます。はい。まずでございますね。ドットなんでございますけれども、ただいまの価格が$29.5を推移しているような形になっております。OK でございましょうか。で、この通貨に関しましては、ちょっと今雲をね、表示したんですけど、一回消します。はい。ここ、長期のね、200日の移動平均線上にもう一回ね、回帰を、してきたところでございます。OK でございますか。ですから、結構ね、いい形で、調子がね、良くなるかなというふうに思っているんですけれども、やっぱりこれですよね。弱気雲の加担値がやっぱり待ち構えてますから、この加担値、つまり一旦ねやっぱり$33.5付近でやっぱり押されが入ってくるでしょうと、$33付近ですかね。ですから、もしね今長期の移動平均線上に乗っかってますから、ちょっと短期的に勝負してみようかなと思う方は全然ありかなと思います、今の状況。ただいいですか、$3から$4ぐらい、3から4ドルぐらいの利幅でもう手仕舞いをねしておいた方がいいかな。一旦はここでやっぱりもたついてずるっと押されて落ちてくる可能性が当然これありますからね。$3-4ぐらいの、手仕舞いは当然推奨でございます。で、4時間足レベルを見ておいてほしいんですけど、これがめちゃくちゃね、いいです。4時間足レベルが、はい、こういった形、4時間足レベルになりますとこういった形ですね。いきますよ。雲も、突破をしてきております。出来高もグリッと急増をね、してきております。 OK ですか。で、あとはちょっと雲を消しますけれども、ここ、やっぱり、移動平均線がいわゆる短期の移動平均線がね、長期を下から上にブレイク、ゴールデンクロスをね、やっぱり起こしておりまして、いい形でね、もう全てのね移動平均線の下に、こうね、まあ、背負っている、待ち構えさせているような状況にはなっておりますので、そういった意味合いも含めて、$33ぐらいまでに一旦の上昇をね、期待できるんじゃないかなということで、ここはね、押さえておいてください。よろしくお願いいたします。短期並びの FX では、ロング、押しかけてみてもいいかもねっていうことは、意識をしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい。4時間足レベルがね、一番いいですよね。日足もいいんですけどね。上に乗っかっておりますから、ここからもうちょっと頑張ってくれれば、短期の移動平均線も追いついてきて、ぐっともう一段上をね、$33付近まで狙っていくような形にはなるんじゃないかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。次行きまーす。次は、市電ネットワーク、SDN をね、見ていきましょう。SDN をね、見ていきたいというふうには思っております。どこにいるかな、タラタタラタターでございます。行きます。行っちゃいます。SDN。私はね、SDN がどうしてもね、見たいわけでございます。ないです。ありました。来ました。行きましょう。はい。SDN、市電ネットワークでございますね。なんでございますけれども、ただいまの価格が$1.65付近をね、推移しているような形になっております。はい。で、この通貨に関しましては、もうまず、一目で目について、はっきりわかるかなと思うのが、ここですよね、やっぱり。あ、ごめんなさいね。はい、ちょっと消しました。ですね、ロウソク、これね、実際、このロウソク足ですよね。この足と、いわゆるね、この、マックD線が、わかりますよね。ここ付近からでしょうか。ロウソクは下がってるんですけど、いいですか？マックDは右上がりになっている。ということで、いわゆるダイバージェンスをね、起こしているような形にはなっております。OK でございましょうか。まあ、いわゆる、強気に転換するかもしれないというダイバージェンスでございますね。で、あとは、こうね、今もう、
この最安値ぐらいいつですか ?1.4ドル付近。うん。ここを境目にね、ぐっと、うん、上がってきて、そのまんま、下降ウェッジをね、いわゆる上にブレイク。まあ、時間的な、要因もあるでしょうけれども、一応ね、上にはブレイクしておりますので、ちょっと力強さがね、出てきてもいいかもなと。で、あとは、雲がちょっとなだらかにね、なってきておりますので、そろそろぐーっとね、ちょっとこう、上がってきてからの、これ、うん、日足のね、強気雲をね、発生させてくるような流れになってくれば、徐々にぐーっとね、回復はしてくるんじゃないかな、というふうには感じております。はい。ですから、自然ネットワークね、もう結構なところまで落ちてきたので、もしね、気になる方がいるんであれば、ある程度長期保有目的の方であればね、購入を検討してみてもいいかもねと。うん。MACD 戦のね、ロースカーシュのダイバージェンスがやっぱ気になるところですし、ちょっとね、様子も良くなってくるかな。で、一旦の上げはね、やっぱりここでしょうか。4時間の、この雲と長期の移動平均の上にブレイク。つまり 1.8 ドル以上をグリッとね、つけてくれればね、ある程度力強さが出てくるんでしょうけれども、その上にね、雲がありますから、1.8 ドルを超えた後は、雲。でもかなり高いですよ。2.5 ドル付近までぐっとね、上がってこれるような様相があるんじゃないかなというふうには思っておりますので、ここにはね、期待をしておきたいところで、雲をね、もうこれだけずっと長くね、弱気雲を発生させていたので、これを上にね、突破してくれば、うん、いい形でね、ぐぐっと上がってくるんじゃないかなということでね、ここは期待をね、しておきましょう。はーい、次行きまーす。次は、こちら行きます。行っちゃいます。はい、こちらでございます。行きましょう。IOST でございますね。今日の最後、IOST でございます。行きまーす。はい。IOST なんでございますけれども、ただいまの価格が 0.0338 ドル付近をね、推移しているような状況。で、見ていただいたら分かるように一目瞭然。はい。もう、日足のね、弱気雲が、いわゆるね、もう頭を押さえているよ。いるねラインになっておりますので、やっぱりねこの雲の中に突入してこないと、やっぱり次の展開には始まっていかないかなと。で、あとはまあ皆様に言っておりましたけども、この 0.038 ドルですよね。ここ結構ねやっぱり意識はされているラインでございますので、 0.038 ドル、この黄色いラインですよ。うん、黄色いラインね。ですからこの黄色いラインというのは結構サポートであるとかレジスタンスであるとか、あとはここもそう、はい、上に抜けた後のサポート転換してぐちっと上にね上がってきております。で、この付近もねある程度サポートとしてはまあ効いてはいるのかなということでございますね。こういったところですね。もたつきが大きいのでね。ですから、そういったところを加味すると、やっぱり黄色いラインもね、意識はされているでしょうと、少なくとも。で、その直上に、長期の移動平均線がありの、雲がありのということでございますから、やっぱりこのラインをね、超えていかないと、次の展開がちょっと難しいかもなと。ですから、0.04 ドルを超えていければね、ぐっと 0.046 ドルぐらいまでの一旦のクリッとね、力強い上げはあるんじゃないかなというふうにはね、思っている次第でございます。OK ですか。で、あと気になるのが、やっぱりこのね、出来高がちょっとぐっと増えてきていますから、ここがね、何かしら大きなね動きがもしかしたら直近で出てくるかもしれませんし、あとは4時間の雲、この4時間が今いい形なんですよ。雲もクリアしております。で、移動平均線もねいい形でゴールデンクロスを起こしてますから、一旦グッとね 0.038 ドルぐらいまで上がってきそうは来そうなんですけども、この、うん、日足の雲との兼ね合いがどうなるかということです。だからこの雲の中に突入してきたら、うん、ですからそこで言うと、0.035ドル付近をつけてくれれば雲中突入という風になって 0.038 ドルぐらいまでグッとね上を目指してくるんじゃないかなということで、ここはね期待をしておきましょう。よろしくお願いします。まあ私ビットマン TV であれば 0.04 ドルを超えていってからの短期並びに FX のロングインをね、推奨をいたしますし、私もそこではね、ちょっとアルトコインやってみようかなというふうには思っておる次第でございます。はい、それではね、本日の第一部の配信は以上となります。そして行きましょう行きましょう。チャンネル登録者様がなんといきます、なんと10,412名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとか、あとはコメント等でございますね。こちらが要因でやっぱりおすすめにブチッと上がっているのかなというふうに思っている次第でございます。そして、ツイッターの方もですね、今、ツイッターのフォロワー様が5000と50名様ぐらいでしたかね、を突破しているような形になっておりますので、こちらもずん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 ですね、行きたいというふうに私、ビットマン TV 思っております。2022年もエンジンもガソリン満タンでバチッと行きたいというふうに思っておりますので、ぜひとも皆様、もしね特に初めて聞かれた方がいるんであればチャンネル登録をねぜひともよろしくお願いいたします。はーい、それではね本日の第1部の配信は以上となります。第2部の配信はね今日の夜のこれも夜のねご飯が7時からまた予約をしているので、早めに行きたいというふうに思っております。もしかしたら時間が押してですよ、うん、今日の第2部ももしかしたら、時間がね詰まっていたらお休みになるかもしれませんけども、頑張ってね、できるようにはいたしますので、ここはね、よろしくお願いいたします。もしお休みをするときはまた昨日みたいにツイッターでねご報告いたしますので、ここはね申し訳ないんですけども、そこはね、ご了承いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の第1部の配信以上となります。第2部、一応ね、頑張ってやれるようにはいたしますので、それまで、楽しみにお待ちください。もしないときはツイッターでね、ご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、第2部、もしくはもしなければ明日の第1部でお会いしましょう。ではバイチャッ。